中区栄にある名古屋キッズステーションで赤ちゃんを持つ親に向けた防災講座が行われ、50人を超える参加者が集まりました。今回初めて開かれたこの講座、名古屋防災ボランティアネットワーク中の会員が災害時に離乳食や乳幼児の育児をどう行うかを指導します。地震の時にすぐガスの元栓を閉めていい？避難の時にはおんぶするのが正解？など、講座はクイズ形式で進められていきます。落下物から子どもを守るため、抱っこして避難することや、ガスメーターのほとんどに緊急停止装置がついていることを知ると、参加した人たちは熱心に耳を傾けていました。また、講座の最後は非常食を試食します。この日用意されたのは市内で備蓄されている乾パンなど4種類。お湯を注いでおよそ15分待つと災害時に助かるほかほかの温かいおかゆが出来上がりました。さらに乾パンをアレンジした料理やさつまいもを使った非常食も並び、親子仲良く試食して各家庭の防災への備えを話し合っていました。非常食美味しかったですね。今まで想像してたより乾パンとかしか想像しなかったんで美味しかったです。普段気づかないようなことをいろいろ教えていただいたんで、ぜひ全部はできないと思うんですけど、少しでも工夫して防災に努めたいと思う。中区栄にある名古屋キッズステーションで赤ちゃんを持つ親に向けた防災講座が行われ、50人を超える参加者が集まりました。今回初めて開かれたこの講座、名古屋防災ボランティアネットワーク中の会員が災害時に離乳食や乳幼児の育児をどう行うかを指導します。地震の時にすぐガスの元栓を閉めていい？避難の時にはおんぶするのが正解？など講座はクイズ形式で進められていきます。落下物から子どもを守るため抱っこして避難することや、ガスメーターのほとんどに緊急停止装置がついていることを知ると、参加した人たちは熱心に耳を傾けていました。また講座の最後は非常食を試食します。この日用意されたのは市内で備蓄されている乾パンなど4種類。お湯を注いでおよそ15分待つと災害時に助かるほかほかの温かいおかゆが出来上がりました。さらに乾パンをアレンジした料理やさつまいもを使った非常食も並び、親子仲良く試食して各家庭の防災への備えを話し合っていました。非常食美味しかったですね。今まで想像してたより乾パンとかしか想像しなかったんで美味しかったです。普段気づかないようなことをいろいろ教えていただいたんで、ぜひ全部はできないと思うんですけど、少しでも工夫して防災に努めたいと思います。